はい、どうも、ウズです。本日、9月20日ですね、ニコンから ZF、新しいカメラの発表がありました。まあ、もともと ZF の噂は出ていて、私も動画のネタに一度させていただいたことはあるんですけれども、それが正式発表されたということで、まあ、ちょっと ZF っていうのがどんなカメラなのか、まあ、ざっくりと、私の方からトークでね、話させていただいて、皆様のご意見などもコメントでいただきたいと思います。ちょっと今ね、雷が外鳴っててえらい状況なんですけど、このまま続けちゃいます。で、ZF なんですけれども、まあ名前からわかる通り、ニコンで大人気だった ZFC という APS-C センサーのカメラ、クラシックデザインのカメラですね。こちらと同じようにクラシカルデザインでおしゃれなカメラ、それでいてフルサイズセンサーを搭載したのが ZF になります。まあ、ただこの ZF ね、直接まだ私は見れてないんですけれども、公式のホームページでね、ボディなんか確認すると、上部の部分に F 値をね、表現するその液晶のね、表示があって、めちゃくちゃかっこいいね。こういうとこちょっとかっこいいねそんな感じなんですけども、ベースは Z6II と同じになるみたいで、ただし映像エンジンが最新の Xpeed7 になってますから、ニコンのフラグシップカメラ Z9、Z8 などと同じように最新のオートフォーカス、画像処理などを行えるという形になっております。で、ボディの市場想定価格は30万円ということになってますので、まあ当然なんですが、それなりに高いカメラになります。そして画素数は Z6II と同じかな、2450万画素ということで、まあ、気軽に持ち出してスナップ撮影とかね、含めてやられるっていう意味では、すごく使い回しのいい画素数になるんじゃないでしょうか。そしてボディ内手ブレ補正もしっかり搭載されていて、こちらが8段分、かなり強力なものが入っているということで書かれております。そしてフォーカルポイント VR というのも搭載してますので、まあ、ここの部分もちょっとテロップやっておきますけどね、すごく使いやすさの面でプラスアルファになるところです。そして連続撮影に関しては約14コマ秒なんですが、ハイスピードフレームキャプチャーという機能を使うと最高約30コマ秒の連写ができますので、スポーツ写真なんかでも十分使えますし、まあ、連続撮影に関してもガンガンね、使っていくカメラだと思います。で、撮影モードで面白いのがモノクロモード、ピクチャーコントロールの幅が増えているということなんですが、やはりコンパクトでクラシカルデザインカメラということで、モノクロですね。モノクロはまず楽しめるカメラだと思います。私は GR3 っていうコンパクトデジタルカメラを使ってモノクロ撮影、よくね、外でも楽しんでるんですけども、そういった撮影なんかをやるのに適しているカメラだと私も思えますので、モノクロモードが充実しているのはいいところだと思います。で、動画性能に関しては 4K60p までということなんですけれども、 H265 の 10bit 記録、まあ、ログ撮影も含めてですね、十分使えるカメラとなっていますので、まあ、このカメラでね、そのすごいガチで動画をっていうのはまたちょっと違ってくるかもしれないんですけど、まあ、本気で撮る映像だってやれると思いますし、うん、いいんじゃないでしょうか。まあ、それを含めてなのか、背面液晶はね、しっかりバリアングル液晶ですね。で、記録カードの方はダブルスロットということで、面白いのが今回は SD カードプラスマイクロ SD カードを差し込めるスロットがあって、それでのダブルスロットになってます。でもよくよく考えてみたら、まあ、確かに SD カード2つの方が使い勝手がいいって方は多いと思うんですけど、まあ補助的に使うカード、保険的にね、まあ、もしくは写真と動画をこう分けて記録するとか、そういう使い方をいろいろされる方いると思うんですが、マイクロ SD カードを入れることによってボディサイズが大きくならずにダブルスロットにできるんだったら、まあ、全然組み合わせとしてありですよね。私はこれ素晴らしいと思います。なので ZF、 個人的にはニコンが現在考えられる一番売れるんじゃないかってカメラ、フルサイズセンサーの中でねっていうところついてきたと思いますので、ニコンらしい特徴もありますし、はい、この ZF は売れるか、実際売れるかわからないけど、すごく良いカメラになっていると思います。まあ、私の場合はジンバルに乗っけてね、動画撮影なんかでも試してみたいと思うんですけれども、はい、そんな形で今回は ZF 雨すごいんだけどね、 ZF の話をさせていただきました。普段からカメラの話を中心にいろいろな商品、ゲーム関係の話なども行ってますので、趣味興味がある方は高評価、チャンネル登録お願いいたします。ではまた別の動画で、はい、すげえな、なんかね、すごい大雨になってるね、これ撮影してる間なんですけどまあ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 、こういう時もあるよね。雨の音でだいぶ入っちゃったかもしれないけどね。